今年11月に行われた天皇陛下ご即位20年をお祝いする国民祭典。平成に活躍した各界の著名人が参列した。スポーツ界で一時代を築いた顔が並ぶ。そこに原辰徳はいた。お願いいたします。閉塞感漂う時代に原が率いた2つのチームは最高の結果を手にした。私たちは今年3月野球界の代表としてアメリカで行われたワールドベースボールクラシックに参加し、3年前の第1回大会に続く連覇を達成することができました。今年3月侍ジャパンを率いて挑んだ WBC で世界の頂点へとチームを導き連覇を達成。プロ野球でもジャイアンツに7年ぶりの日本一をもたらす。そこには今人々が忘れがちな喜びと輝きがあった。原辰徳はなぜ勝ち得たのか。この栄光にたどり着くまで幾度もの苦悩を味わった原辰徳を支え続けた存在がある。監督の母校である東海大相模高校野球部の OB 会が年末に開かれた。仲間との再会に原監督の表情も緩む。しかし主役は別にいた。あ、原先生、こんばんは。原先生と呼ばれた人物。監督として東海大相模野球部を強豪に育て上げた原貢さん。原監督にとっては父にして野球の師。監督、いや人間原辰徳の根幹にはこの父がいる。まあ、私の野球の中で、父親という立場ではありますけれども、私の野球する上においては最も影響力のあった、まあたまたま父親だったということですよね。同じチームで戦った父と息子には親子高と呼ばれた時代があった。東海さんなんでよろしくお願いしますって頭下げてきたから、それじゃあ親子の縁を切ってやるからそのつもりで来いよと。父は自ら信じる野球を息子に叩き込んだ。息子もまた同じ理想を追った。原辰徳の原点、父から学んだ生き方。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。12月初旬の熱海、冬の温泉街では骨休めに訪れた観光客がくつろいだ表情を見せる。ただ一人この人を除いて数えきれない修羅場をくぐってきた原監督がこの日は緊張の表情を浮かべている。その理由はこれから始まる対談の相手にあった。お願いします。私ごとき貴重な時間をいただきまして、すいません。知り合いかんねえ、俺がネクターはめてきてお前それはバランス取れないよ。殴んないで。こういった対談というのは初めて。初めて。初めてですか。初めて。照れるね。お水かなんかいらん。大丈夫。いや大丈夫大丈夫。まあでもよく周りの人になんか似てきたねって言われます。それはね、私の家内がそう言うもん。お父さん似てきたよって言うんだよ。今50でしょ。50ぐらいの時までまだスマートだったんだよ結構。いやそうでもないと思う。まあその点は私の方がそうかもしれない。酒飲んで私はね酔っ払うことないんです本当に。でこれもそうなんだよ。だから彼は その代わりに、ね、ワインを今もうえらい詳しいからねと俺にいいワインを飲ませてくれるわけ。
でこういつ説明するで、この前聞いたらやっぱりワイン飲む人っていうのはその説明をするためにワインを好きになってる、まあ、いろいろその、ね、聞いてやらない感じはあるからそうかと。で俺はもう脳が気言うなと、もう俺いいと、俺もうまいから結構ワインこの頃おいしいんで分かるようになってた。ところがワインっつうになるとさ、お金かかるじゃん。だからなるだけって知らないようにしようと監督と教え子ではなく父と息子の普段からの仲の良さがうかがえる会話。2人はお互いをどんな思いで見ているのか。実際にあのせがれは私は子供として育てた記憶はないんですよ。これは実ね、もうお母さんが育てたんだ。俺は野球の中で人間を作った。そうでしょ。僕があるそのインタビューでお父さん、辰巳さんは最初から野球選手にしようとしてたんですかって、プロ野球選手にしようとしてたんですかで今こうやってなってますけどっていう質問された時にお父さんなんて言ったか覚えてる？もう俺は健康な体を作ってあげようと。僕はその言葉が、ね、感動した。あのちょうど大学のね4年生の時に、いや全く野球選手なんて考えてないと、そんなつもりは全くなかったと、ただまあ辰巳野球が好きだったからこうなった、野球はこうだったと、しかし一つだけ思ったと、おぎゃって生まれた時にね、こいつは健康な体を俺作ってやろうって、それは親として俺はこいつに全力でそれをやると、それだけしか思わなかった。それがね妙にうれしかったのを覚えてる。それはね、まあそれにはねやっぱり頭まだはっきりしてるね。お父さん覚えてるね。もう覚えてる。そんな父の思いを受けて昭和33年原辰徳は生まれた。父の願い通りすくすくと育っていく。当時光さんは地元の高校野球部の監督。辰徳少年にとって野球は幼い頃から身近だった。ふるさとの福岡県大牟田はそれまで三池炭鉱に支えられた炭鉱の町であった。しかし時代は変わろうとしていた。石炭から石油へ、炭鉱の社用化による大規模な人員整理に対し反対を叫ぶ三池闘争が勃発。町が、職場が、教室が真っ二つに割れ、すさんだ風が吹き荒れた。追い打ちをかけるように起こった爆発事故は多くの炭鉱夫たちの命を奪った。怒りと悲しみに覆われた町。原貢監督と球児たちがそんな町に光をもたらした。地元の三池工業が甲子園に初出場。決勝まで勝ち進むと見事に初優勝。この偉業は町の人たちを勇気づけ希望を与えた。そして原貢監督は日本中の注目の的となる。優勝凱旋パレード、殺伐としていた人々がはち切れんばかりの笑顔に変わった。その中心には父がいる。この光景は辰徳少年の心を打った。よくあれだけの人が集まるんだなって、小さい時にパレードの一番後ろのマイクロバスに僕は乗ってたんですけれども、野球っていうのはこんなに人を喜ばせることができるんだって驚きましたね。父が誇らしかった。そして野球はすごいと思った。小学1年生の辰徳少年は野球がもたらす笑顔や爽やかな感動を知る。野球へのまっすぐな思いを出発点に、長嶋選手や王選手が活躍するジャイアンツでプレーする自分を夢見始めた。一方、開校間もない東海大相模高校からその手腕を見込まれた父光さんは、中央で自らの指導論を試すべく移籍を決意。家族ともども神奈川に拠点を移し、当時無名であった東海大相模野球部の育成に監督として力を注いだ。光嗣監督のもと東海大相模は激戦区神奈川で強豪校の仲間入りをし、就任4年目で夏の甲子園に出場。翌年就任5年目で
東海大相模は甲子園初優勝を果たす。高校球界を代表する監督となった父を見て、息子は決意する。高校野球をするなら父のもとでやりたい。しかし父の心境は複雑であった。最初は私は反対だったから、私の東海相模に来ることはやめろと。 2,3 日したら家内と2人で東海相模でよろしくお願いしますって頭下げてきたから、それじゃあ親子の縁を切ってやるからそのつもりで来いよと。グラブは外してノックしたこともありますしね。そのもう5メーターぐらいから落ちますからね、足元にね。いやそれは一回はもう野球やめると言ったこともありますから。三嗣監督は元来が鉄拳指導も辞さぬ熱血の人である。チームの輪を大事にする人である。そんな監督のチームに息子は入った。チームをまとめるために辰徳はチームメイトが同情するほどの特別に厳しい指導を受けた。しかしその容赦ない指導のおかげで息子は父の野球哲学を誰よりも深く学ぶことができた。素振りで豆が潰れ無残に腫れ上がった手こそ原辰徳の原点である。一つね、僕は今だから初めて質問したいことがあるんだけど、まあ、こういう席だから。16歳で僕は東海大相模の門を叩いたわけよね。で要するに親父はまあ本当は一緒にやりたくないわけ、でも僕がどうしてもやりたいって言うからやったわけ。もうその時のね変わり身のすごさというのが、あれはどういう、僕はねあそこまで変われないね。仮に息子がいて野球をやると言ってもそれにはやっぱり監督と選手だから、それは切り替えないとね。あんたはもう野球をするっちゅうから、じゃあ親子の縁を切ってやるかと言ったらうんって言うから、やるからにはねやっぱり野球ときちんとした野球をできる人間にせないかんと思うね。だから高校野球のよ、高校野球人としてのやっぱり技術も精神的な、ものもねやっぱりそらせないかんと思うしね。僕が一番最初に怒られたのはね、キャッチボールがねカッコつける最初ね、高校の時ね、横から投げる。要するに僕はキャッチボールは比較的自信があったから、で普通やっぱり上からねと両手でパッと取って上から胸張ってファンってホールっていう、これが一つの教えだけど、まあそういうものは自分の中で卒業してる。甘いと軽いと野球が、そういうところからね非常に怒られましたね。卓越した野球選手と爽やかな風貌、原辰徳の人気は凄まじかった。どこ？どこ？どこ？どこに？女の子たちに追いかけられ、周囲には人が群がる。自分は一人の高校野球選手と思っていても、周りは芸能人を見るように騒ぎ立てる。そんな騒ぎの中でも辰徳は自分らしくいようと努めた。父とグラウンドにいる時こそ本当の自分。いつしか二人は親子だかと呼ばれ始めた。しかし母の勝代さんは夫三嗣さんの一本気な性格も息子辰徳の繊細さも知っているだけに気が気ではなかった。親子だかが自由に大空を飛べたのはこの母あってこそ。まあ、本当はねここにお袋がいるというもっと面白い話だ、ね、やっぱり原家っていうのはねお父さんと息子っていう、これはもう主役の中でね結構こう激動的にお互い歩んできた人だけど、やっぱりねそれを支えたね、熱い面みたいな人がいるんだよね。やっぱり原家にとってはあの勝代さんっていう人はね欠かせないの。それはもう周りの人がみんなよく知ってる、周りが。まあ逆にお母さんがいたからねって、あのお父さんも あの辰徳君もいうふうなね、ことはね周りは知ってる人はみんなそう言いますよ。
まあ1時間ぐらい時間をマイク持たせたらかなり喋りますよ。甲子園を沸かせた原辰徳はドラフト3日前に大学進学を決意、プロの誘いを蹴り、父光嗣さんが監督となった東海大学を選んだ。大学野球のプリンス原辰徳を待っていたのは怪物と言われた法政大学の江川卓。まあ相当いいバッターと聞いてますからね、非常に楽しみといえば楽しみなんですけども、それ以上にやっぱり試合がある以上、僕としては投げた場合はね、やっぱり勝つことに一番目標を置きたいんで。気分的に楽なものありますね。ああそう、ええ、おお、もう当たって砕けるっていうような形でね。ああそうか、はい、あ、ただね、基本に忠実なバッティングをしとけばね、そんな向こうだって人間なんだからねっていうことを自信つけられてますね。ああそう、はい、注目の初対決は1977年の明治神宮大会決勝。2打席目、光嗣監督の耳打ちを受け、原辰徳はバッターボックスへと向かった。江川は余裕の笑顔で原を待つ。そして江川の剛速球を原はバット一閃、スタンドへと運んだ。大学野球での活躍を告げる号砲。大学時代の原辰徳は通算144安打の記録を残し、メジャーから誘いも受けたという。父から叩き込まれた野球哲学はその後の原辰徳を支え続けた。原野球というかね、あの原三次野球というのは、結果というよりもそのプロセスっていうか、そのそういうものを非常に大事にしましたね。最も見てないようで見てるのはグランド整備、草むしり、何かこう合宿所の作業、そういう時にねよく見てるんですね。ですからそういうものをサボるようなことがあったりして、お前そんなような態度でね野球なんか上手くなるはずがないだろうと。やっぱりそういう草むしり、グランド整備って言ったらやっぱり全員でね、上級生だからしないでいいって、それはおかしいんだよ、ね、そういうことをやったら社会に出た時にいい社会人になれないなと。そういう人がおるんだよ世の中にはね。社会に出てもなんか偉そうにね、そういう年齢だけで、何1歳か2歳は全然関係ないね。ただ野球だけが負けりゃいいというもんじゃない。やっぱり人間教育だからね、野球というものは。WBC 世界一を成し遂げた父の教えとは。12月、原監督は真冬の秋田へと向かった。原監督が来るのを楽しみにしている人たちがいる。到着したのは小勝町の病院。気軽に写真撮影に応じ、気さくに話しかける。大丈夫、ママ大丈夫、体しんどかったな。秋田の友人から頼まれた病院訪問を現役時代から16年間欠かすことなく続けてきた。自分が行くことで誰かが笑顔になるのなら。いいの撮れた。シーズンには野球を通して、オフにはこうして、原監督は自分のすべきことを迷わずする。先生の言うことちゃんと聞いて、本人が自分が君が頑張ると思ったら頑張れるからな。早く治るからね。みんな悪い人じゃないか。信念に従い自信を持って行動をする。これはまさに父光嗣さんから学んだこと。まあ昨年まではね、まあいろいろちょっと作戦のこともちょっとおかしい時があったんですけれども、今年はもう全然そういうことないです。おかしいと思ったこともない。やっぱり選手がエラーをした、三振をした、
後の態度を見とけば分かるもんね。三振とか凡打打った時に昔はバット投げてベンチ前に投げつけたりなんかしよったのがいたんだけどね、ああいうみっともないなと思って、ジャイアンツは一人もそういうのいないから、いや素晴らしいなと思って見てみますよ。まあそういうことが一番大事なことだね。指導者がやっぱりきちっとした信念だと思うんだね。僕は自信な、自分なりに自信持ってたから、僕は自信がないなんて欠片も見えなかったね、みんな。いやそれはもう右という右というね、やっぱりその辺の強さというものはね、いやそれはね、思わなきゃやっていけないでしょ。あんただって今ゲームやってる時にさ、いやこれ俺やってることどうだろうって思ったらもう背負分ならんもんね、うん、やっぱり自分自身のやっぱり判断力だからね、うん、だからそれはその時にパッと判断したんじゃないんだよ、もう前もってかずっといろいろな角度からね練り上げてるんだよ。ブレたらダメだね、ブレちゃいかんと思うんだよね。はい。原監督は日米のプロ野球監督の中で初めて世界最優秀監督に選ばれた。WBC で侍ジャパンを世界一に導く連覇を達成した手腕が世界的に高く評価されたのだ。強い侍になった。おめでとう。全員が勝利のために心を一つにするチーム作り、このプロセスにこそ原監督の真骨頂が見える。またその根底には父光さんから継承した野球哲学があった。銅メダルの夢、雨橋が間に合わない、ゲームセット、日本3位決定戦、アメリカに敗れました。メダルに手が届かず。メダルを逃した北京オリンピック、WBC でこの二の舞は許されない。代表監督は世界一となり日本野球への信頼を取り戻すという重い責務を背負う。監督の選考は混迷した。ジャパンの中心になるであろうイチロー選手は、 WBC は北京のリベンジの場ではない、本気とは思えないと球界の在り方に苦言を呈する。そんな厳しい状況のもと、原監督は WBC 代表監督に就任した。原監督を突き動かしたものは何だったのか。あまり野球界がいい風が吹いてない状況の中でね、まあ私という、まあ、指名を受けたということに対して、少し自分がその頑張ればというか我慢すれば野球界のため、という部分になるのかなと、まあいろんな状況の周りを見た限り、選択肢はあってはいけないと思いました。三池工業の甲子園優勝パレードが教えてくれた人々に笑顔と喜びをもたらす野球の素晴らしさ、それを信じるからこそ逃げることは許されない。野球へのまっすぐな思いはあの頃から変わっていない。決意を胸に原監督は初めて日本代表のユニフォームに袖を通した。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。お待たせしております。元ジャパン監督の長嶋茂雄さんの訪問は大いなる勇気を与えてくれる。その反面、チーム全員に責任の重さを実感させた。さらにプロ野球をはるかにしのぐ多くの報道陣、侍ジャパンへの注目は日に日に高まり、国民の期待も膨らみ続けた。
まったのはスター選手ばかりである。もはや世界一は義務。幾重ものプレッシャーの中で選手選考は難航するかに思われた。しかし原監督が目指すチーム像は決まっていた。僕は一番最初に、なんて言うんでしょう、ベンチプレーヤーというかサブプレーヤー、チームを支える上においてはそのサブの選手っていうのが非常に重要になってくると思います。そういう意味では川崎、片岡、そして、亀井、この3人がまず決まりました。私の中ではこのメンバーたちがすっごく大事になると考えました。チームが一つになるにはサブプレイヤーこそが重要。原監督はそれを強調し、全員が誇りを持って戦うチームを目指した。WBC 準決勝アメリカ戦、川崎が負傷して帰国した村田に代わって今大会初めてのスタメン出場。久々の実戦にもかかわらず2安打1打点1盗塁と活躍。試合後の川崎の発言が全てを物語る。今回の WBC で川崎選手は今日が初めての先発出場という舞台を迎えたわけなんですけれども、はい、どんな思いで試合に臨んでいたんですか？はい、いつも東京ラウンドからですねベンチでも試合に出てたんで、特にスタメンというふうに意識はしません。ベンチでも試合に出てます。チームで戦う日本野球の素晴らしさがそこにあった。そして原監督は先発メンバーを徹底して信頼し続けた。不調が続いていたイチロー、第2ラウンドキューバ戦の第3打席、ノーアウト1塁の場面、イチローが独断で送りバント。しかし失敗に終わる。原監督は戻ってくるイチローにこう声をかけた。あの時ね、監督はイチローにやっぱり言うんですよね。もう思い切ってやってくれていいんだと、ああいうバントなんか君なんか考えなくていいんだと、いっぱいやってくれと。あれやっぱりみんなが見てるわけでしょ。イチローが失敗してシャボーンとして、あのイチローがですよ、もううつろの目で帰ってくるわけですよ。あれはイチローも助かっただろうし、チーム全体がね、ああやっぱそう、本当だ、その通りだ、じゃあ我々もみんなこうやって自分のやれることを必死になってやればいいんだっていう、いうことを、みんなが分かった、あのイチローのバント失敗じゃないですかね。原監督のことをちょっと振り返りますとね、全くブレなかったですね。最後の最後まで選手の起用方法であったり作戦であったり、ここにやっぱブレがなかったから、我々コーチもそうだし選手もやっぱり戦いやすかったんじゃないですかね。このバントを境にイチローは復調に向かう。そして決勝の最も大事な場面で原監督の信頼に応えた。日本に野球がある限り語り継がれるであろう決勝タイムリー、この瞬間原監督は感じていたはずだ。幼い頃父の優勝パレードを見て知った野球の素晴らしさを、海を越えた日本で今誰もが味わっていると。この勝利の陰には信念を貫き決してぶれない指揮官の覚悟があった。今年のジャイアンツはまさに原ジャイアンツであった。原チルドレンともいえる早抜きの若手選手が期待に応えて活躍。ひたむきなプレーでチームに新しい風を呼び込んだ。この7年ぶりの日本一はこれからの黄金期の到来を予感させる。この日原監督はその日本一の報告をするために第二の親父のもとを訪ねた。
世田谷にある喜楽山教霊院慈眼寺。ジャイアンツに何かあればここで報告する。今日はいい報告ができる。きっと喜んでくれるだろう。綺麗なお花がいつでも置いてある。藤竹の墓。父光さんの元を離れた原辰徳がプロ入りし初めて出会った監督が藤田元志監督だった。プロ野球選手の在り方、ジャイアンツの誇り、さまざまなことを教えてくれた恩師だ。原監督の采配は藤田監督に似ていると言われることも多い。監督は優しさと厳しさっていうんでしょうかね、すごくこうすごく優しいと同時に自分で自分の尻を叩くことを教えてくれた人ですね。原監督が第二の親父と慕う恩師藤田監督は、選手を尊重する優しさと努力しない選手を認めない厳しさを合わせ持っていた。1980年、藤田監督就任直後に行われたドラフト会議、巨人が指名した原辰徳は4球団の抽選となった。さて、お、巨人ですね。原辰徳選手はジャイアンツです。藤田監督の右腕に引き寄せられ、原は巨人に入団。長嶋監督の解任、王貞治の現役引退、 ON と入れ替わりの入団であった。ファンも球団も偉大なる ON に続くスターとして、この22歳の若者に大きな期待を寄せた。確かに高校大学と日の当たる道を歩んできた原辰徳の屈託のない爽やかな表情には人を引きつけるものがあった。どうぞどうぞ、もう一回、もう一回、今のいいよ、今のいいよ、今のいいかった、今のいいかった、どういう意味だろう、任せます、両手上げてください。与えられたニックネームは若大将。期待の大きさを物語る一桁の背番号8。入団直後の春季キャンプでも話題の中心。ルーキー原の表情がまばゆく感じられました。そしてペナント奪回を目指す新首脳陣にとっても大切なキャンプでした。魅力あふれるバッティングを見せる原に、藤田監督は厳しい試練を与える。原の守り慣れたサードにはすでに中畑清がいた。そこで藤田監督は原を未経験のセカンドでポジション争いをさせたのだ。大物ルーキーといえど指定席はない。そして迎えた開幕戦。セカンドに原、堂々の出場です。原はセカンドのレギュラーポジションを手にしていた。わかりました、セカンド原へのゴロです。ランナーをちらっと見て一塁へ送りました。この起用法は愛情を持って選手を扱う藤田監督らしさにあふれていた。中畑は何年もやって、高田を追い抜いて自分でサードを掴んだ選手だと。これは新しい新人がいくらの大物新人だといえども、入ってきたからすぐそのポジションを、何年もやったポジションを追い出すというのは中田に対して失礼じゃないだろうかと。それで原をまず一番やれそうな、それからチームプレーなんかを覚えるのには一番いいポジションであるセカンドをやらせてみようということに結論的にはなったんですけどもね。藤田監督は
厳しい決断をしながらも選手の立場と心の機微をないがしろにしない。それは今の原監督の采配にも通じる。監督というポジションでありながら選手を下からパッとこう見上げてくれるって言いましょうかね。どこかに敬意というものも感じたりですね、そういう監督さんでした。プロ野球という世界にね、憧れと、いろんな、夢といろんなものがあって、その時の最初の監督さん、ドラフトにおいても、右手が上がった姿というのはですね、私も、もう忘れることのできない感動でしたし、その後、いろんな部分を教わりましたしね、もうまさに私の中でも大事なやっぱり師です。この年藤田ジャイアンツは日本一を奪回し、原は新人王を獲得。まさに順風満帆のスタートであった。そして入団2年目、早くもジャイアンツの4番打者という重責を任される。ジャイアンツの4番、それは打って当たり前、打たなければ容赦ない批判にさらされる。凡打に倒れるたびに浴びる残酷な言葉。不審になれば叩かれ、叩かれればより不安定になる。応援の後継者たる4番である以上、原はその屈辱に耐えなければならなかった。さらに入団6年目のシーズン終盤、打ってファウル。原が随分痛そうな表情を見せています。かなり痛そうです。左、優勝争いの相手広島、津田恒美の投じた一球で原は左手首を骨折、戦線離脱することを余儀なくされた。主砲を欠いた巨人はゲーム差なしのリーグ2位に終わる。4番の責任を問われた原はフィアンセ明子さんとの結婚を控えていた。多くの著名人が駆けつけた披露宴、新郎原辰徳28歳。おめでたいはずのその席で5歳年上の姉さん女房となった明子さんは、勝負に生きる夫の苦悩を肌で感じることとなった。二人に向けられたスピーチは厳しさに満ちていた。早いもんで原君も巨人軍に入団しまして、6年が過ぎました。その間いろいろなことがありました。いいことも悪いこともありましたが、本年彼にとって一番試練の年といいますか、高校大学と常にスーパースターの道を歩んできた原君にとって、本年かなり厳しいことを言われました。いずれにしましても巨人軍の4番はやはり原なのだということをファンから言わせるように、4月のある週刊誌の公的な発言で、原選手は40本打つでしょうと、そして3割1分台はキープするだけのそういう力は今年はいけるだろうと、熱い眼差しで打ってくれというそういう気持ちで私もおりました。それがたまたま凡打の繰り返しという形で報道の皆様にあたりは、まさに優勝しないのは腹が悪い、進路が悪いというこういう我々に OB にとりまして、まさにありがたくない話が無造作に出てくるという、これは進路は十分反省もしておると思います。厳しい勝負かも分かりませんが、一つ大いに頑張って真のスーパースターに躍進してください。圧倒的な記録を残した王貞治、衝撃的な記憶を残した長嶋茂雄、その後を継ぐ者には底知れぬ苦しみがある。それでも原辰徳はジャイアンツの4番に復帰するために壮絶なリハビリを続けた。
そして藤田監督のもと原辰徳は復活する。1989年巨人近鉄の日本シリーズ、藤田監督と大木監督、2人の名将の対決。この時原は極度のスランプに陥っていた。短期決戦で4番の不振は致命的である。有利と言われた巨人は近鉄に3連敗、早くも追い込まれる。こうなるとメディアは一斉に腹下ろしを書き立てる。結果が結果だけに、球団内部からもその声が上がったという。しかし藤田監督は原こそがキーマンであると起用し続けた。1勝3敗で迎えた第5戦、満塁のチャンスで原に打席が回る。ここまで18打席ノーヒット、打率ゼロ。カウント2ストライク2ボールです。投球数は6つ目。吉井セットポジション。第6球を投げた。レフト、レフト大きい、大きい、いやー、おめえ天井です。名誉挽回、原に一発が出ました。決定的なる一発。全ての雑草を跳ねのけ、原を信頼し続けた藤田監督に応える満塁ホームラン。4番の劇的なホームランは巨人を勢いづかせ、3連敗からの4連勝。選手を信頼する藤田監督の采配が日本一を生んだ。すごくこう幅というか、こう、まあ我慢というか、その我々をこう教育する上において、まあ、強い選手にする上において、その時を持ってましたね。持ってられた時間を、それが、まあ、今で言うと我慢とかっていうことなのかなという感じがしますね、うん、時を持つ。藤田監督から学んだその姿勢は2度目の監督就任後より色濃く現れている。原監督が再び呼び戻された時、3年連続で優勝を逃した巨人は大きな変革を必要としていた。育てながら勝ち、球界の名手の座を取り戻す。ジャイアンツに対する愛情、そして情熱、そして責任の重さというものを背負って、最高のチームを作りたいというふうに今強く思っております。原監督は若手にチャンスを与える。そのチャンスを生かし目覚ましい成長を見せたのが亀井義行だった。原監督に抜擢された侍ジャパンで多くのことを学び、心と技の両面で飛躍的な進化を遂げた。勝負強さを求められる巨人の5番という役割を見事に果たす。その活躍を引き出したのは原監督の時を持つ采配。シーズン山場、それまで好調だった亀井が極度の不振に陥った。出口の見えない長いトンネル、若い亀井は不安と焦りでますます打てなくなる。そしてメディアにも叩かれる負の連鎖にはまり、5試合28打席ノーヒット。原監督は亀井の気持ちが手に取るように分かっていた。だからこそ起用し続けた。日本シリーズ第5戦、1点ビハインドの9回。高く上がった、初球で捉えた。ジャイアンツが追いついた。土壇場で同点のソロホームラン。亀井は待ち続けた原監督の信頼に応えた。20年前、原が藤田監督にしたように。
心開いて受け止めた恩師の教えと味わった苦しみの全てが今生かされている。読売巨人軍の監督室、原監督のデスクの前には巨人軍歴代監督の色紙が飾られていた。二リーグ生後の60年を振り返っても、巨人軍監督を務めた者は8人しかいない。そして誰もが球史に名を残した名将である。この中央に藤田元志監督の色紙があった。我ら誇りある立ち居振る舞いを。原監督はこの先人たちの残した言葉に何を思うのか。まあ、一番僕が大事にしなきゃいけないのは継承だと思ってますね。やっぱり伝統であり歴史であり、その中において、唯一我々は、歴史を作ることができるんですね。たまたま私が監督を今やってるっていうだけのことですから。ですからその1年に対して私は継承し、そして全力で戦って歴史を刻むということです。いい歴史を刻むということが僕の使命だと思ってます。はい、今後についてやっぱり基本というものは絶対忘れないようにね、基本を無視して勝負をしちゃいかんと僕はそう思う。まあ親子でね、野球をやってる息子がいるということは楽しいですよね。これはね、楽しいっていうか、まあ、お前そのものはもう順調に野球界を歩いてるわけだからね、今までは、それはねやっぱり自分だけの力でもないね。そのプロ野球に行っていろんな人たちから、そしていろんな監督さん、そういう人からやっぱり学んだことがね、今それが肥やしになって、まあ、だんだんそれをどういうふうに自分が大きくしていくかっていうのは、やっぱり今度は自分自身のやっぱり知恵だよな、頭だよね。でもようやってるんですよ。人から後ろ指さされるようなこともしないし、真面目だからこれでいいと思うよ。今まで通りで、まあ幸せですよ。オーストラリアゴールドコースト、日本一を成し遂げたジャイアンツは優勝旅行で訪れたこの地で疲れを癒していた。来年もここに来られるのだろうか。巨人軍監督である限り常に勝利を求められる。しかし原監督に迷いはない。原点にそれぞれが戻る。幼い頃目の当たりにした野球の力から始まった道、原辰徳は自らの使命を引き受け、父の野球哲学を胸に恩師の教えを信じて、これからもブレることなく正面から立ち向かっていく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。